皆さん、今回はマインドフルボディ、ハーバード大学の人気教授が教える意識で体を変える方法という本をご紹介します。この本は心と体の密接な関係に焦点を当て、私たちの思考や信念が健康に与える影響について深く掘り下げています。ハーバード大学の社会心理学者による最新の研究成果をもとに、プラセボ効果や自己実現的予言の力を解き明かし、健康と幸福を向上させる実践的な方法を提案しています。ぜひ最後までご視聴ください。柳は強い風が吹くとすぐにたわむので、弱い木のように見えますが、風が止めば元の姿に戻ります。しかし、まっすぐで固い木はちょっとの風ではびくともしないので、強く見えるものの強風にポキッと折れてしまうことがあります。この柳の例は本書の核心を見事に表しています。私たちの心と体も柔軟性を持つことで、人生のさまざまな風に適応し、健康を維持できるのです。本書は従来の医療の考え方に一石を投じる革新的な内容で構成されています。著者は病気の診断を無批判に受け入れることの危険性を指摘し、私たちの思考が体に与える影響の大きさを科学的に解説しています。まず、本書は診断を疑うことの重要性について語ります。医療の世界では境界線を引いて病気をカテゴリー化することが一般的です。しかし、著者はこの考え方に警鐘を鳴らします。例えば、がんの診断を一つをとっても、その判断には曖昧さが存在することがあります。にもかかわらず、一度がんというラベルを貼られると患者は希望を失い、それが予後に悪影響を及ぼす可能性があるのです。本書はこのような自己実現的予言の危険性を指摘し、診断を鵜呑みにせず、自分の体の声に耳を傾けることの大切さを教えてくれます。これは現代の医療システムに疑問を投げかける非常に斬新な視点と言えるでしょう。次に、本書は心と体の一体性について深く掘り下げています。著者は私たちの思考が体のあらゆる部分に影響を与えていることを最新の科学的研究をもとに解説しています。例えば、ポジティブな期待が免疫系を活性化させ、脳内の快楽中枢の刺激が腫瘍の成長を遅らせるという研究結果は非常に興味深いものです。この心と体の一体性の理解は私たちの日常生活に大きな影響を与えます。つまり、私たちの経験や思考のすべてが刻々と健康に影響を与えているのです。この知識は日々の生活をより意識的にマインドフルに過ごすことの重要性を教えてくれます。本書の中で特に注目すべき点はプラセボ効果に関する詳細な解説です。プラセボ効果は単なる偽薬の効果ではなく、私たちの心の力が体に及ぼす影響の証明なのです。著者はプラセボ効果が単に薬だけでなく、言動や態度にも現れることを指摘し、私たちの日常生活における言葉のプラセボ効果の重要性を強調しています。さらに、本書は体の変動性に注目することの重要性を説いています。多くの人は病気の診断を受けると、その状態が永続的だと思い込みがちです。しかし、著者は健康状態や症状は常に変化しており、その微細な変化に気づくことが健康コントロールの鍵だと主張します。この視点は慢性疾患や難病と診断された人々に特に大きな希望を与えるでしょう。症状の微細な変化に気づき、それがなぜ起きたのかを考察し、改善を試みる。この繰り返しがどんな病気にも効果を発揮する可能性があるのです。本書は医療従事者はもちろん、健康に関心のある全ての人々におすすめです。特に慢性疾患や難病と診断された方、またそのご家族の方々には新たな希望と視点を与えてくれるでしょう。また、ストレス社会に生きる現代人全般にとっても、心身の健康を維持するための貴重な指針となるはずです。この本を読むことで、読者は以下のような効果を得ることができるでしょう。1、自分の健康に対する新たな視点と主体性を獲得できます。2、診断や症状に対する固定観念から解放され、より柔軟な思考ができるようになります。3、日々の小さな変化に気づく力が養われ、健康管理に生かせるようになります。
4、心と体の密接な関係を理解し、ポジティブな思考が健康に与える影響を実感できます。5、プラセボ効果の力を理解し、日常生活に活用する方法を学べます。6、ストレス管理や健康維持に関する実践的なテクニックを習得できます。最後に、この本の真髄は、私たちが自分の健康に対してより主体的になることを促していることです。医療専門家の意見を尊重しつつも、自分の体の声に耳を傾け、心と体の関係性を理解し、日々の小さな変化に気づく力を養うこと、それが真の健康と幸福につながる道筋なのです。この本は現代の医療や健康観に一石を投じる革新的な内容で、読者の人生を大きく変える可能性を秘めています。健康に関心のあるすべての方にぜひ一読をお勧めします。きっとあなたの健康観を大きく変える人生の転機となるはずです。皆さん、いかがでしたか？この本の内容は、私たち一人一人が自分の健康に対してより主体的になれることを教えてくれます。日々の小さな気づきや変化が大きな健康と幸福につながるのです。ぜひこの本を読んで、あなたもマインドフルボディの世界を体験してみてください。